キング・ジョージ・五世級戦艦。キング・ジョージ・五世級戦艦。キング・ジョージ5 9・五世級戦艦は、第二次世界大戦前に、イギリス海軍が建造した、ちょうど旧戦艦の艦級である。ここでは1940年から収益を開始した2代目の、キング・ジョージ・五世級戦艦について述べる。1912年に収益を開始した初代については、キング・ジョージ・五世級戦艦を参照。 口述の通り、政治的な要因のため手法の後継がいわゆる、新戦艦、海軍休日終了後に収益した戦艦の中で、最も小さく抑えられており、その搭載数を防御力改善のため当初予定の12問から10問に減したこともあり、火力では、欧州におけるライバルであるビスマルク級や、ビットリオベネト級、リシュリュー級に劣っていたものの、一部の装甲代は、長戸型より厚く、 結果的に防御力を重視した設計となっていた。その戦力はドイツやイタリアの主力艦を圧倒していた。キング・ジョージ5世級はイギリス海軍において実戦を経験した最後の戦艦クラスである。第2次ロンドン条約の締結を見越して、基準排水量3万5千トン、手二24インチ砲を採用した新戦艦として設計が完了した。 1928年にイギリス海軍は1931年からの建造開始を想定して新型戦艦の構想を検討し始めた。ロンドン海軍軍縮会議の締結によって1937年まで海軍休日は延びたため前回の構想を引き継いで1935年に検討が再開された。手法には16インチ、15インチ、14インチの 選択肢があり、当初は15インチが選定された。主要な設計は最大出力で27ノットの速度を発揮することを目的とし、有効戦闘範囲は12000から16000ヤードまでと決められた。装甲と水雷防御は全球のネリソンのそれより強化された。だが1935年10月に15インチの採用が覆り14インチとなった。 これは当時のイギリスがロンドン条約において他国との条約継続を求めていたことに起因した。政府は10月上旬に日本を説得できるならばアメリカもまた支持するだろうとの情報を得てイギリス海軍に14インチまで後継の縮小を進めた。その手法が年末までに注文される必要があったためイギリス海軍本部は新型戦艦の手法は14インチ法と決定した。 干守形状は垂直に切り立った形状であり、両派性が劣っていた。前球と同様に、主砲塔を干守方向へ、行革レードで射撃可能という要求を満たすために、干守甲板上の視野、反り返りは全くなく、冬の北、大西洋では、干守で砕けた波浪が一番主砲塔だけではなく、二番砲塔基部まで降り注いだ。 環境構造は全球から用いられた等型環境をベースに大戦艦にクイーンエリザベス級で行われた近代化階層の技術蓄積に習い、これまでの戦艦で用いられた重装甲の司令塔を配して商工系団に対応する程度の装甲を施した一体型の等型環境となり、下から操舵環境、上部環境、召喚環境の順に構成され、 頂上部の見張りところの上に、主砲用4.58メートル速興技が一機、その左右に、副砲用速興技が並列に一機ずつ、計2機が三角形状に配置され、その間に、対空間制室が設けられている。環境の背後に、簡素な前向きの三脚式の全部マストが立ち、2本、煙突は、機関のシフト配置により前後に離され、煙突下には、 守備線に対し垂直に左右に伸びるカタパルトが設けられており、水蒸気は左右どちらにも射出ができた。二番煙突の後部は関西艇置き場になっている。二番煙突の基部には橋桁型クレーンが片面一機ずつ、計二機が設置されており、水蒸気の回収や関西艇の運用に用いられた。船体後部には後部環境が設けられ、三脚式の後部マストが 後ろ向きに立つ。後部甲板上に3番手砲塔が後ろ向きに1機が配置された。障子コイルは後に、管内方式に改められている。キング・ジョージ5世級の手法には条約に基づき、新設計の1922年型マーク 735.6cm45 口径砲を採用した。キング・ジョージ5世級は他に例を見ない4、連装砲塔2機と、 連装砲塔一機混載の独な外観となった。本来は四連装砲塔三機の予定であったが、当初設計において弾薬庫の防御に問題が発見され、この強化の代償としての重量低減のため砲塔の一つが連装となった。四連装砲塔の採用は、フランス海軍のダンケルク級という先例がある。同世代のアメリカ海軍のノースカロライナ級も、 初期案は14インチ4連装方塔3機で設計されていたが、これは第2次ロンドン条約のエスカレーター条項適用による16インチ3連装方塔への換装を見越したものであり、実際その通りに実現した。この方の性能は最大行角40度で射距離35,260メートルまで届かせられ、 射程 22,860m で垂直走行 241mm と、甲板走行 102mm を、射程 16,460m で垂直走行 305mm を貫通できる、性能であった。砲塔の不行能力は、行角40度、深く3度で、各砲塔の旋回角度は一番主砲塔のみ、守備線方向を0度として、 左右143度の旋回角度が可能であったが、上部構造物に近く社会に制限がある2番3番、主砲向35度であった。発射速度は毎分2発程度である。装填角度は行角5度。軽量化のために砲塔を小型化するために、砲塔の高さを必要以上に減じた。このため、内部構造が窮屈なものとなった。実戦でも故障が相次ぎ、 信頼性の低い射撃システムであった。手法等に搭載された速挙義は幅12.8メートルであったが、環境トップに搭載された速挙義は4.58メートルと小型で性能が低く、そのため実用としては射程距離2万5000メートル前後が限度であった。射撃管制レーダーが装備されてからもバックアップとして高額機器が必要であったが、本級に装備された 手法管制用法違反は、標準視界が、ジャイロスコープで船体の揺れに対してスタビライズ、去るという画期的なものだった。キング・ジョージ5世級の副砲は、ネルソン級で、両用法の開発が要求に間に合わなかった、苦い経験から、キング・ジョージ5世級は設計当初から広角法を、 現用するように開発が進められた1940年型 13.3cm50 口径広角砲を採用している。この砲の発射速度は毎分7から8発、砲身の上下角は行角70度、深く5度、最大射程は行角45度で射距離 21397m、最大行角75度で、 高度14,935メートルまで届かせられる性能であった。この複砲は連装砲塔に収められ、カタパルトを境に前向きに背負い式に2機、後ろ向きに背負い式に2機の片ゲミ4機ずつ、軽8機原則配置した。しかし、カタログデータでは優れるが、実際のところは砲塔の旋回速度や方針を上下させる速度が、普通の弊社用複砲塔と大差なく、 急降下爆撃機に対処は困難だった。軽量化のために装填は人力であったが、水上放戦での威力を重視したため砲弾重量は 36.3kg もあり、速射性を阻害していた。さらに、キング・ジョージ5世級に装備されたハックス対空レーダーは、即居にまたはレーダーからの情報をもとに、広角砲を完成する機械式コンピューターであるが、 プリンス・オブ・ウェールズが装備していたものは改良前の古いタイプで性能が劣っていた。近接対空火器としてイギリス艦艇に広く採用された1930年型マーク8 4トル、3 9口径ポンポン砲を8連装水平4連装重心を上下に配置したもの砲がで4機搭載した。この機関砲は 口径が4センチメートルと大きいが、有効射程が短く弾道特性も悪いために、有効ではなかった。さらに、射撃中に、弾からだと薬莢が分解して、頻繁に弾詰まりを起こしやすいという欠点を持っていた。マレーオ機械戦による、プリンスオブ・ウェールズ搭載のポムポム砲は1機だけで12回も、故障を起こし、もう1機も8回も射撃中止に陥った。特徴的なのは、 イギリス海軍が開発し、ネルソンにも装備された、通称、アップ・アンローテイテッドプロジェクトルである。これは、円筒状のロケット弾に、無数の爆雷を詰めておき、規定の高度でカバーが外れて、ビブに落下山をつけた爆雷が適度な散布界を持って展開するという兵器であった。2番手法登場に1機、3番手法登場に、並列で2機、完備パ板上に1機の、 k 四機が搭載された。実際の戦闘では、展開速度が航空機の速度についていけず、十分な戦果を得られないまま早期に、撤去されて 4cm ポンポン砲を増のした。後に、アメリカから供与された、ボホース 4cm、56口径、対空機関砲やエリコンメー 2cm、76口径機銃にスペースを空け渡した。前級では、 高出力を期待して、ヤーロー式とブラウン・カーティス式を採用したものの、結果的に信頼性を欠いた実績を踏まえ、キング・ジョージ5世級において、クイーン・エリザベスや、巡洋船関連の運菌代化階層で使用され、実績のある、海軍式3、同型金付付重油戦勝水管艦,艦と、パーソンズ式、オールギアードタービンが採用された。ボイラー8機とギアードタービン4機が搭載され4、 軸推進とした。機関配置において、イギリス戦艦で最初に、シフト配置が採用された。タービンを収めた8つの機関室とボイラーを収めた4つの艦室を交互に、艦尾からケースメート式に設置された。前から記述すれば全部ボイラー室は中央各壁により、片原2機ずつ4機、その後ろの全部機械室は独自の重各壁2枚により3室に分かれており、 左限外軸タービン、補助機械室、右限外軸タービンの配置。後部ボイラー室は中央角壁により、片限2機ずつ4機。後部機械室も中央角壁により、左限内軸タービン、補助機械室、右限内軸タービンの配置である。シフト配置によって、ボイラー室が前後に分散されたために、煙突も2本必要になり、機関重量が増加した。ボイラーは、 圧力400ポンド、平方インチ、蒸気温度700度に、タービンは 230rpm の11万馬力で、速力28ノットを発揮できる、カタログデータであった。ミスマルク追撃時のプリンスオブウェールズは、過負荷全力状態で12万8千から13万4千馬力を発揮したとされるが、アンソンとハウの速力は27.5から27.6ノットであった。 後続性能は10ノットで14000回りを航行できる性能が要求されたが、実際は重油3700トンで10ノット、7000回りで要求性能の半分程度であった。キング・ジョージ5世級の走行圧は水平甲板が弾薬庫上、綿部 152mm、機関庫上、綿部 127mm、 垂直防御が、機関区 356mm、弾薬庫 381mm、主砲塔前立てが 324mm である。同世代の列強戦艦に比べて、装甲圧に優れるのが、英国戦艦の特徴の一つであり、大日本帝国海軍も新世代列強戦艦の特徴として、防御力は他の性能を犠牲にしても充実しているだろうと、推測している。 原則層艦板の配置は、フットやネルソン級で採用した傾斜走行から、時代に逆行して、垂直走行に回帰している。防御能力に関しては、長戸型やコロラド級に勝っていたとする文献もある。確かに船体の水戦装甲体は厚く、走行面積は広いが、航空機からの攻撃や遠距離からの砲撃に対して重要となる水平艦板の層は、 長戸型の方が厚かった。本型は、喫水下に 51mm の防御壁が3層構造の多層防御方式が取られていたが、長戸型では4層構造の核壁に 75mm の装甲を併用して防御していた。本型の原則から、基幹区画壁までの区画長は、多国戦艦の半分ほどしかない 4.3m と、短く、これは、 機関の小型軽量化に失敗した代償で、船体における機関区のスペースを多く取らざるを得ず、少ない出力で高速を出すために船体を細長くする必要があったため、船体の幅を狭めたためである。日本海軍の戦艦で引用されたバルジも装着されなかった。また、第一次大戦後、各国で水中弾効果について研究が進められた結果、 日本海軍のヤマト型戦艦、アメリカ海軍のサウスダコ卓球以降の艦は、水戦防御装甲を水戦下まで延長する工夫が見られたが、英国の戦艦ではその後に転換されたヴァンガードを含めて対策が考慮されなかった。イギリスでは、レーダーの発達と空母搭載機の威力増大を背景に、戦艦の航空兵装を否定する意見は強く、 1943年前後には推定を陸上げした。よって、竣工が一番遅かったハウなどは極めて短い期間しか推定を搭載しなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。